あれ、デデンネ君がいませんね。まだ出勤 あれ、これ、この調査団に来ることを出勤って言うんだ。嫌だな。かなり嫌だわ。朝礼に遅れるなんて珍しいな。昨日の話、皆さん大体察してると思いますが。はい、調査に行くらしいですね。まあ、遠足みたいなもんだな。なんだ、どうした、出てんね。ワルビアルを見たっていうのを聞いた。ほう。まあ、ワルビアルを見ただけで、なんか騒ぐのもあれな気がするけどな。そんな、まあ、でも、あいつなんか隠居してるらしいから、確かに。まあ、見たらね、珍しいのかもしんない。この世界って同じポケモン一匹しかいないのかな？なんかまた別のワルビアルの可能性もないか、それ。教えてくれたポケモン旅先の途中で見たようなんですが。ほう。穏やか村の方に向かっていった？故郷じゃん。まあ、ほっとけ、あそこの奴らは変な奴ばっかだったからな。ほっとけや。みんなで古代遺跡に行くつもりでしたが、変えた方が良さそうですね。はあ。ワルビアル追跡班と遺跡調査班。なるほどね。ワルビアルのメンバー、これどうされるでしょう？予想しようか。多分ね、ベテランメンバーをワルビアル追う方に、が、なんだろう、選出しそうな気がするんだよな。だから、ブイゼルと、アーケンと、クチードがワルビアルメンバー。ジラーチはね、あんま一緒に旅立ったことないから、グラチューとゼニガメと一緒に、遺跡行くんだと思う。多分。グラチューゼニガメ行ってもらえますね。あれ あれ、ああ、土地勘があるね。なるほどね。なんかここはやっぱりな、その市場を挟まないように、あえて外すみたいな。アーケン、もう全然違うわ。全然予想と違う。ジラーチと同じチームだな、間違いないだろうなと思ったら、全然違ったわ。について何か分かりたい、その情報をすぐに私はゼニガメたちに伝えてください。うい、対決したら勝てるか。ゼニガメはともかく、グラチューはちょっと相性不利だからな。まあ、結びもあるし、なんとかなるっしょ。ロスパスっていうポケモンから聞いた。誰だよ。情報交換、連携を取ろうって言ってもな、連携取ったとこで何したいか分かんなくね。ワルビアルいました、戦いますかみたいな感じなんかな。偶然なのか、石化したラティオたちを見たメンバーになっちまったな。厄介な仕事になりそうだが頑張ろうぜ。うい、まずはワイワイタウンの入り口だ。結構遠いって話しなかった、ワイワイタウン。まあ別にいいんだけどさ。そしてこののどかな BGM である。つまり金塊って今どんなものなんだっけ。7か。まあ、ちょっとしばらく貯めようかな。10万ガンガン強化しようかと思ったけど、まあ、しばらく貯めてもいいな。僕なんか持ってたっけ？さ、気合リングルがこれ、こんなにあんじゃん。あれ、前回死んで終わったんだけど、ちょっと前回からさ、結構経ってから忘れちゃったんだよな。まあ、いや、ちょっと道具の整理や、もろもろ何かをします。オッケー、じゃあやっていこう。しかし、深刻な、ちょっと俺の飲み不足だな。これはよろしくないぞ。もしかして穏やか村に行くことになるかもしれないし、長旅だし、冒険の準備もちゃんとした方が良さそうだよね。今お前何見てたんだ？ してるわ、もう。いや、もうバッチリだわ。そっか、じゃあ行こう。いや、お前一緒に見てただろ、横で。何言ってんの、ゼニガメ。お、こいつがノーズパスか。見るからに怪しいポケモンだな。話しかけてみるね。教室の隅っこにいそうな感じ。え、ワルビアルですか？確かにワルビアルとは全然違いましたよ。どこで？切り立った山脈です。私、穏やか村を降りた切り立った山脈に来たところで、はい。ああ、なるほどね。推測だね。なんかブツブツ言ってたよな。ブツブツ言ってた。覚えていろよな、とか、なんとか。悪態をついてた気がします。 ほう。誰に恨みがあるの、穏やか村の。あんな、善人しかいないような村の。あれかな、シャンデラとかかな、一文字か。あいつらが、ね、驚かされた的な。まあ、わかんねえけど。まあ、とりあえず、向かうべえよ。これ、誰目線だ、これ。誰の視点だ、今の目線は。
まあ続けてやっていこう。これ切り立った山脈行くのが違うな。封印の泉、あ、違う、チャプター16、封印の泉。なんか、すごそうな名前だけど。そっちの切り立った山脈はスルーすんだね。みんな、大丈夫。平和そのもの。あ、隠れ王さん。こんなとこにもいらっしゃるんですね。いや、懐かしいメンツかどうかはちょっとわかんないな。あんま知らんやつが多かった気がするわ。お、ヤスパーちゃん。こいつは強えよ。ちょっとこいつ連れていこうぜ。調査団に。ヤスパー強えからな。かわいい。そして。ヤスパーちょっとね、サイコパス感もあるけど、悪いやつじゃないよね。怪しいポケモンがここにやってこなかった。赤くていかつい口が大きいやつなんだけど。見てない。おう。ここに来なかったのかもしれないな。大変だぞ。どうした？この花さん。天啓さんに見知らぬポケモンが強引に。え？天啓さんって前入ろうと思って入れなかったところか。お、そのフラグをここで回収すんだね。つか忘れてたわ、その存在。今日オラがモンバだったんだが。でもさ、お前なんかモンバ騙して中に入ろうとしてなかったか。おっかなそうなポケモンがいきなり現れると強引にもうぶっ壊してそのまま山に入っていったんだぞ。使えねえ、こいつ止めろや。あっという間のことだったし、すごくおっかなかったんで、ほら動けなくてよ。それで助けを呼びに。マジで言ってんのかこいつ。俺はアーケン調査団だ。特別のアーケンか。赤くていかつくてすごく悪そうなやつだったろ。見た目で決めつけんなや。いや、悪タイプのポケモンって何か悪いことしてんのか。あいつら悪って言うけどさ、結構めちゃめちゃなネーミングセンスだな、悪タイプって。私も行く。ヤスパーちゃん、ごめん、とても危険なやつが相手なんだ。でもニャスパー下手したら銭神役立ちより強いからな。ニャスパーテレパシーが使えたよね。なるほどね。バイバイタウンの電流、待って、そんなさ、見知らん、ほぼ見知らぬ人に飛ばすことできんの、電波って。お願い、じゃあ、できんのかできないのか、結局聞かなくていいのか。これできませんとなったら結構困ると思うんだけど。ニャスパーなんか動きが怪しいぞ。こいつ実は、黒幕なのでは。しかもついてきてるし。いやでもこれは死神が悪い。ちゃんと連携しようぜ。マジでぶっ壊してんじゃん、もう。とんでもないやつだな。しかになんかこういう村の人たちが守りすぎた秘密って結構ホラーな感じするよね。中になんかミイラがあるとかさ、ホラー感があるわ。天啓さん来たな。え、お前ついてくんの、この花。足手まとはいらないんだが。まあいいや。あとなんかね、10万はね、角でも当たる説。まあ、当たるわ。あと10万はあれだな。混乱してても範囲攻撃。これ撃ったらさ、銭神当たるのかな。撃ってみよう。あ、当たるわ。しかも死んじゃった、一撃で。なんてことだ。さあ、敵も倒した。なんてことだ。銭神かわいそうに。試しになんか当たりそうな気がしたけど打ってみたら当たっちゃいましたね。ちょっと今軽くアイテム不足なんだよな。元気ディアナが持ってくれた。サンキュー。オレンの目が全然ないんだよな、まあ、結構使うアイテム。あ、こいつ確かさ、空の時はクソ強かったけどな。なんかあの誘爆だっけ、誘爆が最強の技だった気がする。技じゃなくて特性か。空の時はね、今は知らんけど。あ、違うわ。冬じゃなくてなんだっけ、あれ軽技かな。フライドが超強かった気がするんだよな。倒すとこっちも死ぬみたいな。当たんねえな、相変わらず。まあ、メシアップ買うべきか、やっぱり。でもそのうち多分10万じゃなくて放電って技を使うことになると思うんですけど、その時に使った方がいい気がする。あの命中アップのやつは。
わかんない、でも金塊っていっぱい手に入るもんなのかな。思ったより手に入ってんじゃね、金塊。ペラップさん、探検隊の仕事はいいんですか。当たんねえし、驚くほど当たんねえな。みんなが強いからでもいいわ。またペラップさん、ほらよ、あれ眠り守り堂々と強くねえ、堂々としまって強くねえかこいつ。ちょ、これ食っとこう、ちゃんと。あ、しかもこれつけてなかったし、しかも威力アップ X で強いやつじゃん。で、強い、他にも多分強いやつなんだけど、ただ僕結構こういう能力上がる系が好きなんだよね、どんなゲームでも。なんか発動するかしないか分かんないようなアイテムより確実に発動するアイテムが好きだな。ポケモンもね、絶対に効果のあるアイテムが結構好きだったりしますね。こだわりメガネとかもそうだけど、木の実系が実はあんま好きじゃなくて、これ昔も話したことあるんだけど、まあ、ほぼ発動するやつもあるんだけど、発動するかどうか分かんないし、あと1回しか使えないアイテムっていうのがあんま好きじゃないんだよな。まあ、そんなこと言っても本作はめちゃめちゃ機能強いんですけどね。本作っていうかあれあれね、ウルトラサン、ウルトラミン、なんだゴッドバード、夜の月どこにいるんだ。ちょっと待って、冷静だろ。なんだこのクソみたいなアイテム構成は。あ、しかも読んでなかったし、飲んどこう。ゴッドバード超強いじゃん、ゴッドバード。ちょっと待てよ、つってもさ、これどうしようもないんだけど、どこにいるか分かんねえし、これ移動しないでに殺されちゃうか。騒ぐ、いたよ俺の漬け。ちょ待って、これどうしよう、なんかこの正面にいるんだったら、なんかな、使おう、縛ろう、まずで近づいて倒しに行く。焦ったわ、10万めっちゃ入るな、つつくいきなり可愛くなったな、技が。はめろ、はめよう、焦った、クソ強えわ。プチ復活いいね。しかもこっち行き止まりじゃん。なんかこっちが行き、あ、待って、行き過ぎた。レイビー、これ4倍弱点ですね。効率的になった。ただこれは、邪魔。ただただ邪魔。ダメージはない。割れろや。なんでも中だろうな。はい。これさ、当たんじゃない、この位置から。おい、いいね。124ダメージ。ペラップめちゃめちゃいいんだ、ここ。強えわ、ただただ強え、グラッチェ。まあ、ここ敵のレベルが弱いんだろうな、低いんだろうな。低いとは言ってもあんま見たことのないポケモンたちだけど、あとグラッチェが単純に強い説がある。あ、マキアップってなんだこれ。グラッチェはとってもいいな。でもまあとりあえずこの辺拾っとこう、はめよう。あれか、もう 前からだけどさ、デニガメを3番にしたいんだけどさ、こういうなんか調査団のやつらどうしても2番になっちゃうから、もうデニガメやっぱ場所2番に固定にするか。これ持ち物が変わっちゃうんだよね、取り替え戻す。デニガメを気合いリングルにしたいんだけど、ゼニガメを2番に固定にしよう、これから。今までゼニガメも3遠距離攻撃ができるから、ゼニガメの位置を3番にしたいって言って結構コロコロ変えたんだけど、調査、さっきも言ったけど調査団のメンツとさ行こうとしたりするとさ、やめだ、強いからやめろって。それどうしても強制的に2番になっちゃうっぽいからな。持ち物変えたらめんどくさいんですよね。さっき今言った、なんかさっき言った話をそのまま2回したな今これはもうね、死ぬと分かってるするんだ。あれ、何も通る技なくない、これ。しかも穴を掘るといつの間にか PP0 になってるし。はいはい、あー強い、すげえもったいない使い方したけど。あとなんかこの階段の周りをぐるぐる回って自然回復するっていう、ふざけんなよふざけんなよ。リーダーチェンジしよう。あれ、あれリーダーチェンジで寄ってやんだ。
ギターチェンジできなかったっけ、なんかね。ちょっと待って、あれ L がさ押しても中押しか、違うな、変えらんねえわ。リーダー、リーダー L ボタンとかでよく変えてた気がするんだけどな。なんでなんかでできると思う。ステータスじゃないよな。作戦会議違う。わかんない、わかんないけど、なんかないわ。同じ部屋にいないと帰らないとかかもしんないな。まあいいや、すぐそこだったし。階段の周りをぐるぐる回って HP 自然回復させてから次に進むっていう戦術を僕昔編み出したんだけど、っていうか多分基本なんだけど、多分ね、それを今作になってからすっかり忘れてましたね。あ、そう、ピピなくなってたんだ。ボケボケ、当たんねえし。当たらなすぎだろ。もうアハケンの電光石とかどうでもいいわ。10枚やっぱ上げてくれや。お、来たな、なんか。抜群ヒット。面倒ちょっと押してみるか、L ボタン。あ、発動しないわ。あれ、L じゃなかったっけ、リーダーチェンジで。なんかリーダーの L で覚えてたんだけど。なんだろう、あれかな、こういうダンジョンは入らないのかな。このなんだっけ、ストーリーが進む系のダンジョンみたいなやつ、多分そうだろうな。ストーリーが進む系ダンジョンはやっぱりグラチューがリーダーじゃないといけない的な感じな気がするわ。多分グラチューが死んだらそもそもアウトだと思うから。2人目まあまあ強い、だから俺の方が強い。あと、えこの花さん葉っぱカッター、これもしかしてみんな PP 消えてる説ある。全然あるじゃん。ただ俺のことは嫌いなだけか、よく分かって思い出しのことは。プチ復活欲しいな、見つけ次第奪おう。夜のずく、そしてなかなか階段が見つからないっていう。あ、行き過ぎたな、当たれや。あ、いた、夜のずく、かばったアーケンさん。いや、アーケン自分に使ってくれ。当たれや、技。当たったわ。こいつじゃね、復活のやつ。いいね。お、誰だ、ゼニガメか。ゼニガメとグラチュー結構レベル差があるんだよね。4レベル差。主人公が結構低いのって珍しい気がしないでもないけど。ゼニガメももう一人の主人公みたいな感じだからな。そして安定の行き過ぎた、こういう直線どうしても行き過ぎてしまうな。ジモン驚くほど当たんないわ。マジで、あの、なんだっけ、エレキなんちゃのがいい気がしてきた。でもジモンやっぱ範囲攻撃だからな、やめろよこれ。だから技兵のマナとかさ、こういうのがあるからな。この階段周りぐるぐる良くないわ。マナーホール正直あんま使ってなかったからいいんだけど、よくない、多分本当はね強いんだよ、本当は強いんだよね。でもね、使ってなかった。おまけアップ、抜群ヒット、おまけアップだから、使っとくかこれ。はい、まだ見えたわ本当に。あたり夜中どんなもん、ちょっと種食っとくか。さし道具はあれだな、持てる量が増えてからあんまいっぱいになんなくなったなって言おうと思ったけど、今ほぼいっぱいでしたね。今40分の39って書いてあった。はい、とどめばり。そしてまた行き過ぎた、これストレートどうしても行き過ぎですよ、何回も言ってるけど。また PP なくなったか、まあ多分ここ長いだろうし、 PP マックス使っちゃうかな、グラッチュ。はい、そして行き止まり、ああれだけ踏めばよかったな。逃げんなペラ、え、何この鳥会議みたいなやつ、歌うやめろ。お、威力か、命中が、逃げんなよ、なんだこの鳥、逃げんなっつ。
石で追撃しよう。ほいっと今度は寄ってきたな。この位置だったら猫騙しでいいな。さらにもう一発、オッケー。もう階段あるな、はい、今回ダラダラやってるから全然進まねえかも。気合いだめしてもらって、これどうしようかな。この位置だったら杖を振ってもいい気がする。あれ、こんなの拾ったのか。方位の枝振ってみる。ちょっとあんま使ったことない気がする。あ、グラチューはいかないんだ。振ったやつはいかないんだね。これはめとこう。死神でいいかな。で罠抜け。あれ、死神じゃなくてアーケンに、もアーケンに来たわ。間違えた。もうごちゃごちゃ。まあいいや、アーケルは多分強いし。鳴き声やめろや。いいね、最強のパワー打ち落とす、強いね。眠り返し、はい、あ、それにリンゴなかった、寄ってくれたか。そしたら押しまくっていたこの花さん。ラピス消しの罠、やめて、動かなかった、危ねえ。せっかく威力アップ X とか取ったのに、でもあれが一番強い気がする。連続で攻撃するやつ、あれは超強い。お腹が減ってきた。ちょっとこの回過ぎたらちょっと考えるか、リンゴを食うか。まあ考えるか食うんだけど、めっちゃリンゴ拾うじゃん。ここでね、変わるか、休憩ゾーン行くかもしんないかって言おうと思ったけど、行かなかったんで、ジャックを、まあ、ラピス拾ってからでいいな。技連発来たな。抜群ヒット、しかもめっちゃ押し出して、今死ぬほど押していた。これはグラチューだな。抜群ヒットいらん気がすんな。効果抜群結構取れるけど、急所当たりやすくなる。あ、マジで、じゃあ入れよう。もう二重じゃん、急所当たりやすさ。これもいらんな、使っちゃうか。何が上がる、攻撃か。で多分当たる、当たらなかった。でもこれは多分外しただけ、位置関係的には当たる。 OK、 おグラチのレベル上がったな。放電放電、お、なんか来たぞ。放電か、フェイント。猫騙しでいいよなこれ。普通に守りは見切りなどでも突破しなくちゃったり、いらないよなこれ。普通にいらないわ。なんでさ、こんなさ、中途半端な技ばっか覚えようとすんのお前ら。で、苦みもだけどさ、なんなの、もっと派手な技覚えてくれ。しかもなんかその使い道のさ、ある技だったらいいんだけど、ないもんなこれ。猫騙しでいいもんな普通に。泣き声やめろ、多分猫玉に落ちる。ほい、オッケー。お、連打守り、これあってもいいけど、まあいいや、使っちゃおう。はめらんないしね、使っちゃえ。特防、まあ悪かないね。耐久面はそんな悪くないはず。ゲットしても鈍足玉。これなんか鳥ポケモンめちゃめちゃ多いな。鳥しかいないじゃん、むしろ。あ、ピカチュウが超活躍できる。猫玉合戦ちょっと分が悪いな。一気に移動しよう。結局相手も横に移動したんだけど、来た、近づいてきたけど、ここまで削ったら何でも落ちる気がするな。結んどく、強化のために。強い、結び70ダメージって急所が入って、急所入った人も入りすぎじゃね、半減なんだけど。敵来てるな、進んじゃおう。トロピウスさんかなあれ。お、休憩スポットまで来たか。あー、また怖さ、ジバコイルさん、スピアさん、レアコイルさん、コイルさん、大丈夫かお前ら、どうしたんだ一体。こいつらは多分全員モルビラに勝てないからな。相性が振りすぎ。ニョロボン、お前は勝てんだろ。何言っても抜群取れんじゃねえか、ニョロボン。奥に入っていってんだ、行ったんだ、ボーン。どんなやつだ。
赤くて口が大きいやつだったスピスピ、まあ、スピアとかさ、このコイル系とかあるけど、ニョロボンお前は勝てるだろ。大丈夫かマジで。みんな急ぐぞ、ウィ。